どうやってこうかな。まあ、相手チームと協力しなきゃいけないから、2-2 で分かれた方がいいか。2-2、俺あっち行こうかな。俺あっち行って。あ、もう塗ってもいいか。どうせ塗り返すんだしな。2-2 で分かれるか。じゃあ、ここからやっていきますか。あ、じゃあいいかな、赤から。ほい。みんなで協力してやっていこう。ほい。ほい、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。ほい。あ、いいんじゃない？あ、すごいね。すごい、すごい、すごい。俺が思ってた通りになってる。赤、青、赤、青ってなってるね。でも一応ここもやっとくか。ちょっとマップ見ていい？すげえ！すげえ！綺麗！綺麗！綺麗だけど時間ないから急がなきゃな。そんな間に合わないか。あー、これ間に合わない。くそ、間に合わないか。広いな、このステージ。間に合わないか。ここが赤だけになっちゃった。まあ、最初だしな。すげえ！これすげえ！すげえよ。なんだよ、これ。いいね。あ！上からやっただけなのに、2段目、3段目も濡れてる。なんか、すごいね、色合いが。気持ち悪いわ。こんなこと、言っちゃ悪いかもしれない。けど気持ち悪い。これ言っていい？お好み焼きを上からマヨネーズかけるときにさ、こんな感じじゃない？すごくない？あー、落ちてった。落ちてた。最後濡れずに落ちてた。やばーい！すごーい！なにこれ？なにこれ？全部濡れてる！すごーい！マヨネーズかけたみたいになってる。はい、お待ちしました。ショッツル鉱山を使ってでやっていきたいと思います。で、ルールをね、前縄張りバトルでやってたんですけど、縄張りバトル3分間しかできなくてちょっと短いかなと思ったので、今回は、ガチアサリのステージを使ってやりたいなと。多分フルで使ったら7分から8分、どっちだっけ？めちゃくちゃできるんですよね。長い時間できるから。はい。で、ちょっと今、線を引くんですけど、危ない危ない。これやられないようにね、線を引いていかないと。ちょっとね、リハーサルっていうか、まあ、ここら辺に線引こうかな、みたいなのを決めたので、もういい感じに線をみんな引いてます。ちょっとね、太めに、線は太めにしておくとね、見やすいかなと思いました。昨日の動画、日にち的には、9日かな？ 5 月9日の動画ですかね。その動画ではちょっと線が細すぎたかなって思ったので、反省して、ちょっと太めに行きます。やばい、楽しい。でも、線を引くだけで楽しい。よし、あと味方に任せて、俺ちょっと顔の方行こっか、顔の方。これなんだ？目ですね。お目目を描いております。じゃあちょっと仕事しよう。引いとこう。ちゃんと引いとこう。線を引いておこう。はい。はい。はい、いい感じです。はい。マップ見ていい？ああ、いい感じ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 。めちゃくちゃいい感じ。あ、顔だ！顔だ、顔だ！これ、つけとくか、目。目つけとこうか。おちょんって。いいよって、ありがてえ、ありがてえ。ナイス。ナイス。ありがとう。目っぽくなったんじゃない？シマウマの目ってこんなんだっけな。馬の顔全然わかんないや。でもこれベロ出してんのかな？ベロ出してるイメージあるよね、馬って。競走馬とか疲れて、なんか呼吸するときベロ出しそうだし。あ、眉毛、うまい。あ、じゃあここちょっと塗っとこうか。すごい。おーいい感じじゃない？いい感じだよ。あとは線引いとこう、ちゃんと。尻尾だ。尻尾だ、あれ。わかる。馬っぽい。ステージ全体で馬を表している。いや、すごくない？もう、あえてマップは見ないようにしよう。完成された絵しか見ないようにしよう。あえてね。すげえな。いい感じだな。完成したっぽいからちょっと終わらせましょうか。これね。アサリなのでね。入れて終わりだ！よしどうなったすごい待ってシマウマだちゃんとシマウマ作れたぞ。うわ、すげえみんなブラスター。よっしゃ、水玉作っていきましょう。おしゃれな水玉だからね。集合体恐怖症じゃないからね。はい。で、一応ガチアサリにしました。アサリにしておくと、長い時間できるから、縄張りバトルって3分しかできないんですけど、長い時間活用して塗っていきたいと思います。で、ちょっとね、マップ見るのが怖いな、やっぱり。なんか形が水玉屋よりちょっとはみ出てるな。修正しよう。ちょっと太くなっちゃうけど。あ、オッケー、水玉っぽくなった。まあ、こんな感じで塗っていきますか。相手も来てくれた。これもう相手被んないようにやっていこう。いや、ちょっと集合体臭いな。ちょっと集合体嫌だな。いや、これ水玉だよね。大丈夫だよね。上も。やりますか。これタイヤ埋まってんのか。タイヤ埋まってすげえな。このステージすげえ。こっち側は OK なんじゃないですか？ちょっとおしゃれな匂いがしてきた。いや、でもなんか嫌な予感もする。ちょっと嫌な予感もするけど。どこが空いてる？こことかいけるかな？ギリギリいけそう？ほい。いいね。ほい。うまいことこの隙間に入れていこう。いいんじゃない？こっちも。はい。これなんか気持ちいいな。間を狙うなんか気持ちいいな。お、危ない。アサリ捨ててる。アサリバイバイアサリ。バイバイ。ミスってる。修正できないかな、うまいこと。修正しよう。坂になってるとこね、難しいよね。これちょっと、やばい。これちょっとやばい。どうしよう。頑張って直せ。水玉っぽくしよう。どう？ギリギリいけるな。で、ここにもやって、ちょっと形が、思ったよ感じなんねえな。くっそ。俺が思ってる水玉模様じゃないな。なんかちょっと縦に長い形になっちゃうね。いいんじゃないですか？これいいんじゃないですか？ここも塗っていこっか。でもこれ被りそう。繋がんないかな？繋がっちゃった。じゃあ一応、できたっぽいので、見ていきましょう。ちゃんと水玉になっているか確認。パトロールしましょう、パトロール。おー。いい感じですね。こっちもいい感じですね。集合体だけど、別にそんな、見た感じね、平気だよね。この状態では余裕で平気だ。じゃあ入れるか。もう終わりますね。いきまーす。ほい。うえぇやだあれ、水玉だよ。一応水玉だよ。はい、それでは竹を使って、花柄を作っていきたいなと思います。で、今回使うステージ、しょっつる鉱山。ちょっとね、平らで、でかいから、一番やりやすいかなと思ったのが理由かな。はい、よろしくお願いします。ふふふ、仲良し。よーし、どうしよう。一応ね、リハーサルというか、どんな感じにするよとは、他の人に伝えてあるんですけど、ちょっと待ってね、アサリが邪魔だから捨てちゃいますね。このアサリはね、邪魔になっちゃうからね。一回捨てて。あ、待って、もう味方作ってたね。俺も作っちゃおう。まずね、この五角形。五角形っていうかね、5個の方向に、竹を打ちます。フルチャージでいいんだ、これは。で、これがね、花びらの部分になるから、あとは、こんな感じで、ペチペチして、形を整えていくと。あー、ありがとうありがとういや、味方打ってくれた。これ一緒にね、他の味方と一緒に、協力して作っていかないと、お花にならないので、これどこだっけ？なんか、おしべだかめしべか、わかんないけど、花粉が出るとこだね。ちょっと花についてあんま詳しくないんですけど。小学校の頃やったな。朝顔の観察とかしてきたな。よし、ちょっと外側綺麗に塗って。これ色的にはなんだ？ラベンダーとかか？ラベンダー、いや、パンジーかな。紫の花のイメージってなんだろうね。まあ、個人的にはネモフィラとか、ラベンダーとかな気がするけど。ネモフィラかよし。いい感じ。ちょっとアサリ捨てちゃおう。アサリいらないから捨てる。これ直すか。味方がやってくれたやつ。今度俺が花粉になろう。俺が花粉になる。なんかパワーワードだな。ちょっと真ん中、でかくなっちゃったから後で調整してもらおう。こっちでもやってる。みんな作ってるね。あ、うまいうまいあっちうまい綺麗花っぽいね。なんかちょっと雑だぞちょっとなんか、花びら雑だぞこれさ、斜線を置いてたら来てくれるかな。直して。これ直して。気づいて。気づいてくれ、これ。これ、汚いから。汚いやつ。そう、後ろ綺麗なんだよな。ほら。あそこめちゃくちゃ綺麗なんだよな。ちょっとこっちにも作っていきますか。ちょっとコンベヤがあるからさ、変な感じするけど。よかったね。このコンベヤ動いてたら大変なことなんですよ。よかったね。普通動くからさ、普段。ガチアサリにすると、動かないみたい。動いてたら大変なことになってたでしょ。あ、でも待って。ここ段差があってちょっときついかもしれない。やばい、汚くなっちゃったかもしれない。これはまずい。ちょ、頑張って修正しないと。これはまずい。これはまずい。待って、ここも雑。俺のとこ雑。ちょっと待って。いや、待って、黄色いさ、花粉くれたら、花の花粉くれたら、まだワンチャン。誰か来てくれ、ここに。ちょっと伸ばしとこう。ちょっと大きくすれば修正効くでしょ。あ、待って、時間、あ、でも時間大丈夫だ。延長線がある。延長うまく使っていこう。花粉来ないかな、花粉。受粉したいです。受粉したいです。花粉来てください、花粉。花粉、こっち。花粉来て。受粉させて、俺を。受粉させて、マジでパワーワードな気がする。ありがとうありがとう受粉しました、皆さん。俺受粉した。これで、花の形にしていこう。てか、味方手伝ってくれてるな。ありがたし。いやー、なんかパッと見花じゃないんだよな。もうちょいでかければいけるか？やっぱこれ段差が足引っ張ってる段差が。こんなもんかな。こんなもんだな。いいね。よし。イェーイ！ありがとうございました。ありがとうございました。受粉させていただきありがとうございました。良いでしょう。でも大丈夫そうだし。他なんかダメなとこあるかな？大丈夫そうじゃない？こっちにもさ、つけとこう。あ、待って、ここ動いてるじゃん、コンベヤ。これ、コンベヤ避けなきゃ。誰か来てくれ。来てくれ。花粉来てくれ。気づいて。気づくかな。こっち見たぞ。来てくれ、こっち。これ、線で。ありがとう。スーパージャンプで戻ってきた。ありがとう。こっちにもつけとくか。まだいけるべ。ね、ちょっと狭くなっちゃうから、ちっちゃめで。よし。よし、ありがとう。やっぱね、花柄だからね、数は欲しいよね。そんな近くなければ、集合体恐怖症の俺でもね、見れるから全然。だから、この間水玉模様やったんですけど、めちゃくちゃだったよ、あれ。すごかったよ。オッケー、いい感じ。あ、なんだ何してんだ俺もやる。これずっと投げれるよ。永久に投げれるよ。アサリ無限だよ。すごくないこれ。無限だ。あ、終わっちゃった。おい花できたよ。はい、よろしくお願いします。コンボトラックで、色塗り企画。まあちょっとハートを描いていくんですけど、今思いました。色がね、ピンクがないわ。ピンクのハートがない。もうハートを代表する色といったらピンクなんですけど、ちょっとあれだね、オレンジと緑だったら、なんだろう。クローバーとかさ、草とか、あとみかんとか、まあ、そういうの連想するわ。ごめん、なんか発想がちょっと若いかもしれない、俺。子供っぽいかも、発想が。みかんって。みかんって何や、みかんって。あ、そう、一応注意事項っていうか、まあちょっと決めたことあるんですけど、ここを真ん中にして、こっち側に緑チームのハートを、こっち側にオレンジチームのハートを描きたいなと思います。で、溝の部分、こういうとこを使ってやるんですけど、坂とかはやっぱ難しいから、まあ、最初のは触らないように、坂を無視して描きましょう。じゃあ俺も、書いていきましょう。ハートね、これまだ書いたことないんだよ。練習、これ色塗り企画ちょっと練習してからやるんだけど、俺まだ一回も練習してないんだ今日。だからちょっとぶっつけ本番なんですけど、どうすかこれ。ちょっといびつな形になっちゃったな。一応ね、昔、ハートを描く企画をね、一回やったことあるんですよ、実は。一回やったことあって、それを思い出すと、まあ、こんな感じで書いてた。これで量産してた。いや、どうだろうな。これどうみんなから見てどう綺麗？賛否両論あると思うんですけど、もうちょっと納得しないよね、これ。納得できないの、このハート。もっとハートっぽくしたいから、大きくしよう。待って、こんな感じかな？ちょっと細長になっちゃったな。あ、ちょっと細長になっちゃったから、ここ、太らしていこう。周りを太らしていく。はい。細すぎんだろうな、この丸みをつけなきゃいけない部分が。もうちょい丸くしないといけないっぽい。あ、どうすかポケモンのラブカスみたいになってる。わかる？ポケモンでいるよ、ポケモンで。やべえ、これ。しかも1個でこんな時間かけちゃったよ。これいっぱい作んなきゃいけないんだよ。あ、書いてるね。待って、みんな上手い？あ、なんだ。みんな俺と似た者同士だ、見て。似た者同士だぞ。俺のハートちょっと逆にでかすぎるのかな。いやー、でも納得できないなー。納得できないよ、これ。相手の見とこう。あ、結構でかいね。あ、うまい！遠目からかもしれないけど、うまい。待って、俺のも遠くから見たらうまくない？いや、これちょっと自信持ったな。こうだな。で、ちょっと大きすぎる。さっきみたいな大きすぎると、壁にぶつかっちゃうから、ハート型になんないから、ちょっと小さめ、さっきより小さめのハートにしよう。ああ、ダメだ。これダメだな。なんで枠ギザギザになっちゃうんだろう。ちょっと修正しまーす。ちょっと汚いなぁ、もう。うわーダメこれ。これチンじゃん。ちょっと、卑猥な形になっちゃったわ。これモザイク必要だな。見て、味方のハート、パックマンみたい。お、パックマンみたいじゃない？目つけたらパックマンよ。なんかすごいこれ。ちょっと修正しとくか。誰かが書いたの修正しとくか。ちょっとね、外側ギザギザなのやっぱ気になっちゃうからさ。この余った時間使って修正しよう。おー、ここちょっと隙間が空いてる。修正しなきゃまずいな。多分みんな思うじゃん。これハートじゃないよ。ハートじゃないからダメだよ。この企画ダメだね。言われないようにしないと。もうこういうとこちゃんとハートっぽくね。せめて、ハートに見えなくてもせめてハートっぽい何か。ハートっぽい何かにしとかないと、なんかこれ文句が出ちゃうから。気をつけないと。これギザギザね、特に。ギザギザこれ雑だよ。絶対言われる。オレンジチームなら直せないからさ、オレンジチームはオレンジチームで頑張ってもらおう。あ、でもうまい！え、待って、このうまい。でもうまいね。うまい。おー！ハートいっぱい